天智天皇の後、次の帝は天皇の弟の大天皇子が継ぐことは皆の認めるところでした。しかし本日大友の王子を太政大臣に任命した。すると次の帝は大友の王子に決まったようなもの。大天の王子は一体どうなるんだ。何、大友の王子を跡継ぎに決めたと。はい、たった会いましがた。兄は私をのけものにして自分の子供に帝の位を譲ろうというのか。人心の乱、新しい国家の誕生。あなた、早くこの大津から逃げないとお命が危ないですよ。帝が自分の子供を跡継ぎに決めたのです。あなたは邪魔者なのです。必ず謀反とか何とか理由をつけて殺しに来るはずです。今のうちに、そう、吉野へこもりましょう。しっかりするのだ。あなた、あなた、いつの日か必ず都へ戻りましょう。それは無理だな。大天の王子は謀反の気持ちがないことを示すために出家して吉野の山にこもりました。一日も早く巫女を都に戻してください。どうした、どう、どう。申し上げます、巫女、帝が亡くなられました。何だと。父上が。帝が亡くなられたとなると大天の王子が動き出すでしょう。きっと兵を挙げるに違いありません。しかしこちらもそのつもりで手を打ちます。大丈夫です。頼むぞ。吉野川の流れは速い。時の経つのもまた早いものだ。帝が亡くなられてもはや半年。大友の王子は帝の位についたのだろうか。本来なら帝の弟のあなたが皇位を継いでいらっしゃるはず。巫女様。巫女様、大変でございます。どうした。近江では天智天皇の御捧を作ると言って人を集め武器を渡しております。武器を。はい、この目で確かめてまいりました。お墓を作るのになぜ武器がいるのですか。あなたを殺すためです。都ではあなたに同情する人も多いと聞いております。このまま殺されるのを待つのですか。兵を挙げましょう。もはや一日の猶予もなりません。あなた。よし、近江と戦おう。お前たちは私の領地のある美濃へ行き兵を集めるのだ。
ったこれだけの兵だが、この吉野を脱出することさえできれば。大丈夫、必ず旗揚げは成功します。大天の王子が兵を挙げたそうだ。え、本当ですか？近江の朝廷に歯向かうからには、そなたの父親であっても討たねばならん。大天の王子様は吉野を脱出したそうじゃ。何でも宇田の秋や伊賀などで大勢の味方がついたそうじゃ。大した勢いじゃ。間もなくこの積江山口を通るということじゃが。お、あれは。あれは竹地の王子様だ。父上。おお、よく近江から脱出できたな。して近江の状況はどうだ？朝廷は浮き足立っております。野に放った虎が翼をつけて戻ってきたと恐れて逃げ出す豪族もいるほどです。そうか、今度こそ虎の力を見せつけてやるぞ。大天の軍は近江朝廷の大軍と伊賀、大和、近江の各地で激しい戦いを繰り広げました。672年7月22日、両軍は瀬田川を挟んで決戦の時を迎えたのです。いよいよ最後の時が来たな。父上。大友の王子が自決なされたそうです。そうか。たくさんの兵士たちの犠牲の上で大天の王子は新しい権力者となったのです。この戦いは壬申の年に起きたので壬申の乱と言います。とうとう大天の王子が帰ってきた。新しい政治が始まるぞ。誰が帝になったってわしらには何の関わりもない。とんでもない、終わりだよ。どうしてじゃ。新しい宮殿を作ったり、お寺を作ったり、また私らが絞り取られるんだよ。そうだとも、ろくでもないことばかりだ。
吉野へ落ち延びる時も雪であったな。心の底まで凍るような寒い日でした。今日の日が来るとは夢にも思わなかった。いいえ、私は来ると思っておりました。私の一念で必ずあなたを帝にしてみせると心に誓っておりました。今まで豪族たちが所有していた土地も農民もこれからは国家のものとする。よいな。では私たちはどうなるのですか。お前たちは新しく国家の役人になってもらう。役人。その通りだ。役人に対しては国家が報酬を与える。つまりだ、土地も農民も国に取られてしまうんじゃが、それに見合う分を国から報酬としてもらうということか。天智天皇の時はきちんと実行されなかったが、今度は厳しそうだな。国の役人になるのか。役人になって一体何をするんだ。私は新しい国家を作りたいのだ。それは帝を中心として全てのものを帝が支配する国だ。だから私は大臣は作らない。では父上、誰が実際の政治を行うのですか。それはお前たちだ。はあ、私の子供であるお前たちが力を合わせて政治を行うのだ。それはいい考えです。蘇我や物の部が帝を押しのけて勝手に政治をやった時代のようになってはいけません。そうだ、私とお前たちでこの国を治めるのだ。みんな頼むぞ。はい、はい。天武天皇にはたくさんの男の子がいましたが、中でも大津の王子が政治的な力にも優れて多くの人に好かれていたのです。このままでは大津の王子が次の帝になってしまう。母上。どうしたのです。何か悩んでいることがあるのですか。話してください。話せばお力になれると思います。この次の帝はあなたですよ、巫女。そんな、大津の王子がおられるではありませんか。いいえ、そなただけが私の産んだ子供です。必ず帝にしてみせます。大津の王子が私の跡継ぎとしては一番良いのだがな。でも私は草壁の王子に継がせたいのです。ぜひそうしてくださいまし。私はあの子の生みの母としてどうしても帝にしたいのです。そなたとは吉野以来苦労を共にしてきたのだしな。そなたの願いを叶えてやらなくてはならないだろう。ありがとうございます。草壁の王子様が皇太子になられたそうじゃが、大津の王子様の方が何かと優れておるという噂じゃ。皇后様はご自分の本当のお子様が可愛いんだよ。大津の王子様はさぞ残念なことじゃろな。まあわしらには関係のないことだわさ。そりゃそうじゃ、税がなくなるわけじゃなし。さっ仕事をすべ。大変だ、帝様が亡くなられたぞ。なんだって。本当か。天皇を中心の新しい国を作ろうと努力した天武天皇は686年9月に亡くなりました。巫女、ご決心なされましたか。巫女のお顔は臣下の僧ではありません。必ず帝となる僧を備えておられます。
兵を挙げる手はずは私にお任せください。ご決心を。何ですと。はい、大津の王子は謀反を企てております。災いの目は早いうちに摘み取らなくてはならないでしょう。川島の王子、すぐに大津の王子を捕らえなさい。はい。なんだお前たちは。皇太子様に対する謀反が知れたのです。バカな。言い訳は皇后様の前でなさってください。川島の王子、私を騙したのだな。私の親友が裏切るのか。それ引っ立てろ。ご苦労でした。謀反は国に対する大きな罪、巫女には罪の償いをさせるのです。はい。仕方がない。私の子供を帝にするためにはこれしか方法がなかったのだ。あの二神山の頂に大津の王子様が祀られたそうじゃ。何でも大津の王子様を追い落とすための陰謀だという話じゃが。めったなことを口にするんでね。それにしてもかわいそうな話じゃの。本当にな。宇野の姫巫女は皇后のまま政務を取り、我が子日下部の王子を天皇の位につける機会を待っていました。皇后様、皇后様。何事じゃ。日下部の王子様が亡くなられました。まさか本当でございます。突然亡くなられたと。皇后様、お気を確かに。なぜじゃ、そなたを帝にしようと全てを犠牲にしてきたのに。これ待て。おばあ様。おお、カルノ王子か。おいで。日下部の王子の血を引いたカルノ王子がここにいる。カルノ王子、あなたは将来帝になるのですよ。はい、おばあさま、蝶を取って。おお、よしよし、取ってやりますとも。あの子が大きくなるまで皇位を守らなくては。皇后は自ら天皇に即位して持統天皇となりました。日下部の王子が亡くなられた翌年690年のことです。帝が変わったが、また新しい都を作るのかな。いや、今度はそんなことをしないんだってさ。そんなら助かるな。本当に助かるの。しかし694年、これまでにない立派な都が唐の都に倣って作られました。藤原京といいます。1年後、ようやく皇后の希望が叶いました。成人したカルノ王子に天皇の位を譲ったのです。文武天皇です。吉野に落ち延びてから27年、夫も失い、愛する子も失った。私はまだ死ねぬ。まだ
まだ生きて孫の力になってやらなくては。人心の乱というのは古代で一番大きな内乱だったのね。そうよ。その結果としてこの戦いに勝った天武天皇とお妃の持統天皇、この二人によって律令制が推し進められたということが大変大事なことなの。律令制って何なの？簡単に言うと今の法律みたいなもので、国の政治を行っていく一番元になる取り決めのことね。具体的に言うと国民に他を貸し与えて税を取るということね。それと悪いことをした人はちゃんと処罰するということ。これは聖徳太子以来大化の改新でもやろうとしてなかなかうまくいかなかったのよ。これを天武天皇、持統天皇が推し進めて、次の文武天皇が実行したわけ。ここで初めて天皇中心の国家が出来上がったと言えるわね。その頃中国は唐の全盛時代でしたが、日本と布摂を合わせたように中国の歴史の中でただ一人の女の皇帝が誕生しました。則天武皇と言います。西ローマ帝国を滅亡させたゲルマン諸国は2、300年のうちに滅んでしまいましたが、その中でフランク王国だけが発展して西欧の中心勢力となってゆきました。